えー、ストフォー動画勢です。えファイブは遠のいていたのですが、先日梅原さんがユリアンの膝に V シフト,さ v シフト酒中 P サマーハリケーンを決めたシーンで感動し,しました。おそらく見る人が見れば今のすげーってなるシーンは散りばめてい,いるのでしょうが、フォーよりもファイブの方が苦労とかが強いように思います。このまま e スポーツが発展すると、えー、競技性が高まるというメリットはあるものの、素人が感染しにくいゲーム性になっていく可能性も自分勝手ながら危惧しています。 ハイタイさんは俺らが思いつかないような良いゲームをメーカーに作ってほしいとおっしゃっていましたが、ケ介スケさんはスト6以降はどのようなゲーム性、どの、どこの層をマーケティングするべきだと考えていますかロシックスト6以降ま、どんなゲームや、がいいかなってことですよね。ちょっと今はその、くろ感が強すぎて、うん いまいちそのすごいことしてるっていうのは方の時に比べて分かりづらくなってるっていう意見ですよねまあそうだねまあそれ間違いないですよね絶対に方、うん、の方が分かりやすかったですよねそうだね、うん、ただまあこう言ったらあれなのかもしれないけど、はい、ゲーで新規を増やすって俺はもう結構無理だと思ってんだねまあ何か本当に革命できないことがないと無理ですねだからもう スト6以降とかは、まあ、もう5もそうなっちゃってるのかもしれないけど、はい、あのもう本当にエンターテイメント重視っていうか配信者とかプロゲーマーのためだけの調整でエンターテイメントでビジネスにするような感じにするべきなんかなっていうなんか初心者はもう対象にしてもしょうがねえんじゃないかなっていうじゃあ難しくするべきってことですか もっとうんそうだね難しくそだからその初心者を取り込むために簡単にするっていうのはなんか違う気がするんだよねまあ今は一応その路線ですよね最近はうんだからなんだろう例えばボタン連打してるだけでコンボが決まりますとかまあそうですね今はそういうれですねなんかそれをやったことで別に初心者が 増える気がしないんだよ、ね、それ一時的にはそれ初心者はそれでできるかもしれないけどなるほどなるどうん。である意味その簡単な入力システムが上級者が結局うまく活用してでなんかあんまりその初心者救済になってなかったりとか確かにそのスト4の時とかすげえ難しかったですからねうーんスト4より難しいゲーム多分なかなかないと思うんですよ基本コンボが 全部1フレ目押しとかじゃないですか0フレ目押しとか、まあ、ある意味だからあのスト4の時代の1フレ目押しとかがさ、うん、アクションゲーム要素があって 1>,、うん、1人用も楽しめた感はあるんだよねおおなるほどコンボ練習が音ゲーみたいでさ、うん、音ゲーですねうんだからなんかスト5みたいにコンボが連打でつながっちゃうとかさ、うん、なんか練習する1人一人練習要素がちょっとつまんないかなっていうまあ、まあんまないです、まあ、すぐ対戦できるっていうのが、まあ、今の時代でもそれですよねその 結構やっぱり、すぐ対戦できるっていうのはコンセプトになってますよね。どんなジャンルもやっぱり。手軽にすぐオンラインの世界に行けてっていうのにはなってますよね。対戦するために練習するっていう文化がもう今はないですよね。どんなジャンルだからそんなに待ってくれないって感じですかね。コンテンツが多すぎて。そうなんだよね。やっぱりその、ちょいちょいやるみたいなのが今の主流じゃないですか。うん。どんなジャンルも多分。だから、 だからやも、から思っきしもそっちに舵切っちゃうっていうのはあれかもしれないですけどね、圭さんが言うとおり、もう、そういう、そこの争いからもう、なんていうかな、足を洗って、<laughs> 思っきし、その、逆に難しいというか、そうね。路線に行くっていうのも、一つの手かもしれないですけどね。そう,そう、難しすぎて、今のだから、格芸もうなんかうまい人しかできないぐらいに、もうか切って、で、 そのエンターテインメントとして大会とかそういうのをすごい華やかにしてとかあとはその課金要素とかをつけてコスチューム課金をもっと充実させるとかああまあ今でもかなりねストライブはまあまあ割とある方かなとは思うんですけどでもあれだぜもっとあのエーペックスとか荒野行動とかあの辺ってカスタマイズの自由度がもっともっと高いからねああまあ それううこそあれですもんね。格ゲーやったら鉄拳とかバーチャーはもっと高いですもんね。カスタマイズの自由度。2D に比べたら。そうだな、うん、いや、ゲームを売るってよりは、もうなんか、その格ゲーで多分、そんなに利益を求められんのかっていう。なんからどうなんでしょう、ね、エ,ンエンタメ方向とかでも、e スポーツとしてスポンサーメリットを出していく。 形にするしかないんじゃないかなと思うんだけど、うん、分かんないけどね、まあ、答えはないですよね、まあ、そういうのも、まあ、一案ってことですね、うんなるほど、まあ、一つの意見ですよね、ありかもしれないですよねうん昔の格ゲーで言ったらね、はい、本当、一人用でクリアするのが面白かったけどね。まあ、そうですね、まあ、あの時はアクションゲームの延長でしたしね、ーまあゲーセンっていうのもあったし。 でも今っと楽しいことがいっぱいある,あるからやっぱり人ともっと楽しく遊べるゲームがいっぱいあるから結局そこに刀あがあるんじゃないですかそ、ね、その他のものにう、ね、ってやった時に格ゲーはやっぱ諦めないといですよ、ねうん、でもなんか格芸の、ね、バリエーションがもう限界があるからどんな新しい格ゲー作っても結局今まであった格ゲーより目新しさはないからね <laughs> まあ俺はもうそ、そこに期待はしてるんですけどね。だら俺らは、言うたらそ、そんなに考えてないじゃないですか、そのことこのことについて。うん、でも、世界には、その、ストシックスをどうやったら面白くなるかを毎日考えてる人間が一応いるわけじゃないですか。ああね。もうその人の、俺はひらめきに期待してます、<laughs> 本当に。それぐらい、本当に天才的な、そういう、なんか、内藤も絶対に無理だと思うんで。 今までの格ゲーでさ、まあ、最近っていうか、ここ10年ぐらいでさ、画期的ってなんかあった、うん、ああ、でもまあ、e スポーツですよね、でも。ゲーム内容は別に、もう、どん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 戻っていってるんで、簡単に簡単にって感じなんで、まあ、まあ、e スポーツ化ですね、まあまあまあ。やっぱエンターテイメントとかね。そうですね、エンターメント。で、あ,のうん、あとタレントですよね。 友達もやったらストホンって入ってましたけど、あの時ってその梅原さんだけやったんですよね、<ー>ほぼ。梅原さんと、まあ、それ以外の人、梅原さんのチームメイト、梅原さんのライバルみたいな感じで、すべ、はい、て梅原さんある意ったんですけど、それが徐々に徐々に広がってきてて、各、まあ、ゲーマーのそういうタレント性が上がってきてるっていうのは、進化ですね。 とは思いますけどねやっぱそっち方面だよねまあやっぱ今はそっちですねでそれをきっかけにまあ新しく始めてくれる人も見てっていう感じですかね俺は俺もだからなんかゲーム性云々よりもやっぱそっちなんだよなまあそっちの方にも特化した方がいいんじゃないかなってう,うんまあまあそうっすねそうかもしんないですねうん